最低な男、嘘つき野郎と人々から呼ばれた男は、この千年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている。一体どんな人物なのか。商売人であった彼は、当時ブームであった宝くじなどのビジネスをしていたが、ブームが終わり、他の事業も含め立て続けに失敗。さらには事業の一つが訴えられ、捕まって檻に入ることにもなる。出所後ビジネスの場所を変え、見せ物小屋をはじめ興行師としてデビュー。多くのパフォーマーを見つけ商売をしていく。彼は売れるためには平気で古代広告や嘘を織り交ぜ、パフォーマーには障害者を使っていき、当時差別も激しかった中、障害や病気を持った人々をパフォーマーとして出すこと、そのやり方に多くの誹謗中傷、批判的な声があった。しかしそのショーは面白く、次第に人気になっていき、多くの人々の注目を集めていく。ついには女王に会うまでの知名度になるほど一世を風靡した。この話は今でも賛否両論枠。しかし障害や病気を持つ人は働く場所がほとんどない、そんな時代。彼は当時では考えられない賃金をパフォーマーに支払い、居場所を作っていたとも言える。多くの批判に対し、男はこれは障害ではなく個性だ、そう言った。彼に雇われていた人気を博したパフォーマーたちは、彼がいなければ誰も私たちを人間であると認めてくれなかった、そう言葉を残している。時代の価値観に背き、個性といい居場所を作り、見てもらうためなら時には嘘をつき、欺き話を作る。最大のペテン師と呼ばれた彼の名はフェニアス・テイラー・バーナム。後に人々は彼の評価を覆し、こう呼ぶ、ザ・グレイテスト・ショーマンと。